にちは、ふみです。あみです。ふみあみです。はい、今日は大阪で大好きなお店に来てまーす。イエーイ。ふみとあみが大阪で買い物するならもう絶対行くお店で、心斎橋店と梅田店があるんですけど、今日は梅田店に来てまーす。そのお店の名前はアウラでーす。イエーイ。ヴィンテージショップやねんな。うん。ふみとあみのインスタを見てくれてる方やったらもうすでに知ってる人も多いと思うんやけど、ほんまにむちゃくちゃ来てる、うん、な一番好きなお店なんで、今日は皆さんにアウラの魅力たっぷりお届けしたいと思います。絶対みんな大阪旅行で行きたくなると思う、うん、じゃあ行きましょう。レッツゴー。あ、はるちゃんです。イエーイ。かわいい。はるかです。アウラは YouTube もしてるんで、なんかね、お店の紹介とか商品の紹介とかね、はい、YouTube でアップしてるんで、みんなアウラの YouTube もチャンネル登録してください。してください。今日もおしゃれ。かわいい。そう、いつもおしゃれ。かわいいんですよ。じゃあ買いましょう。アウラはハイブランドのヴィンテージアクセサリーがいっぱいあって、ここにももうすでにディオールとかさ、こっちにはティファニーとかさ、もう全部ほんまに可愛いし、うん、なんと言ってもお買い得。新品買うならほんまに一桁くらい違う気がする、うん、もっともっと違う、もっと違うな。もう何十倍とかするねんけど、ヴィンテージやからそれをお手頃価格でゲットできる喜びあります。だってティファニーのリングってめっちゃ可愛いもんな。全部、うん、可愛い。1個で結構主役級になるハートのリング、これがなんと8900円です。テレビショッピングみたいになってるけど8900円です。アミ好きやな、それ。フェラガモのカチューシャで、アミこの太いのはネイビーを持ってて、細いのはピンクっぽい赤っぽい色も持ってるんですけど、両方マジ使えるし、むっちゃお気に入りです。フェラガモのパンプス、これも2人とも持ってるアイテムで、うん、むちゃくちゃ履きやすい。ちょっと物色したいと思います。本気買い物。なんか服選ぶときは割とアミラほんまに背が150センチくらいなんで、サイズ感をかなり大事にしているんですよ。かわいいこのワンピース見て。え、ぴったりちゃう？見せて。あ、かわいい。こうウエストの位置とかが高い位置にあるものとかはやっぱりね、スタイルがよく見えるから選びます。よく、かわいい。ふみは結構なんか服は古着で、なんかそんなにいいもの着んくてもバッグはいいもの持ちたいみたいなとこあるんで、これとかさ、ピクニックに絶対かわいい。オールドコーチのリュック。リュック、かわいい。どうですか？え、かわいい。今日の服に似合ってます。ヴィンテージコーデです。イエーイ。この服めっちゃ気に入ってんけど、ふみもこれ買おうかなと思ってる。やべ、もう全身買おうかなとか思ってる。全身いい。ほんまに全身買い。もう一着ぐらい、もう一着ぐらいなんか着よう。試着したいと思います。思いまーす。アミは、あ、はい、アミこれさっき合わせたワンピースを着たいと思います。じゃあ着替えます。バイバーイ。じゃーん。イエーイ。イエーイ。外国人みたい。ヴィンテージファッションしてみました。イエーイ。イエーイ。じゃーん。全部買うことにしちゃった。ふみはこの最初に着たブラウスだけ買います。だって今月服買ってないの一個も。ちょっと言い訳、言い訳どうぞ。はい。
今月1回も服買ってません。だから許してください。嬉しい。じゃあこれでお願いします。はい、買いました。イエーイ、いっぱい買っちゃった。楽しかったな、うん、普通にリアルにお買い物風景をみんなにお見せできたのではないでしょうか。ほんまにおすすめのお店なんで、よかったらみんな大阪旅行とか、まあ普通大阪に住んでる方も多いと思うんで、普通にショッピングとかでいっぱい買い物しに来てください。はい。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。